キーパーなしだから蹴って始めて。いつもと幅が違うからな。素早く運べるところ。ほら、赤のゾーンに入ればシュート打てるんだから運ぶ場所考えろよ。蹴っていいよ、蹴って始めて。赤のゾーンからだったらどこでもいいから蹴って始める。トーマ、トーマが見てないと関わらないと。それ出てるよ。もうゴールを置く位置で分かるだろう。ウギと赤のゾーンだったらどこでもいいから蹴って始める。パスで。素早く運ぶ。